チェイトの式典服第2話ですね。あ、なるほどね。レア度が上がっていくと話数が増えていくんだ。だから SR だから2話まであんだな。あ、ハーツレベル量。夜のレベル量いいね。大向きがあるよ。伊藤かし。あ、はい。第1話の続きで、みんなを連れてきとこうか。今頃俺はグリームを追いかけてんだろうな、じゃあ。この時間は。いた逃がしで暴れたモンスターあれからどうなったと思う？さあ僕にはわからない。抜け出して学園長室見に行かね。なんだかんだお前ら話してるじゃん。ここで全然面識ないみたいな感じだったけど、ちなみに肝心パーティーの欠席はリドル君に首をはねられるよ。重てえな。やだな、先輩。豪華すぎる歓迎会にすっげえ感動してるんですから。なあ。うっす。あ、はい、その通りです。うん。みんなティーカップは持った。まあ、飲み会だよな。つまりは。酒か紅茶かっていう。ちゃんと紅茶入ってる。ちゃんとみんな生ビール届いてる。ウーロン茶のやついねえよな。そんな空気読めるやついねえよな。よーし、卒業式か、一番遠い日に今日に乾杯、イエーイ。俺絶対ハーツラビで無理だわ。わ、絶対バーベキューとかイベントにあるもん。そもそも何でもない日にお茶会するのもきついもん。俺一人で過ごしたいもん。場の空気を盛り上げたまま落ち着きのない一年たちをまとめてるじゃないか。こいつら卒業したら絶対営業部だもん。そう言ってくれて助かるよ。会の準備段階からトラブル続きだったからな。そうそう、トレイク一つけ荒すぎ。庭の飾り付けからアテンドまで。アテンド係は自分のせいだろ。あ、アテンドって何かと思ったらそういうことか。あの、新入生を案内するのか。お、メインディッシュのひき肉のパイをサーブしないとな。ちょっとあの、用語使わないでみてくれる？IT 企業みたいな。温かい状態出せるよう焼き上がり時間を計算したんだ。うわぁ、肉のパイ食いてぇ。トレイ君、料理上手というか、リドル君に尽くしすぎというか。確かになんでここまで尽くすんだろうな。友達とはいえ。やっぱなんか抑圧されてたからちょっとかわいそうだなっていう面もあるのかな。母性が出ちまったのかな、トレイの。その前に、わあ、テーブルにひき肉のパイが出てきたよ。1年のみんな食べちゃおう。盛り上げ上手。新入生たちがトレイクに群がってるゾンビ映画みたい。これも写真撮っておこうっと。すげえな、便利だな、分身してると。そうだよな、インスタ映え、マジカメ映えの時にさ、自分も写りたいなって時に分身して自分撮ればいいんだもんな。すげえ難しい構図も一人できるもんな。今日の契約、入学式、3年生の威厳、ナイトレイブン式典服はレアです。NRC、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと俺も入っとくか、写真の中に。あと、加工食は。お、もういいねがついてる。やっぱりこの服は良かったのかな。やっぱり高評価とコメントがつくと嬉しいよな。最近よくこのフォロワーちゃんからコメントが来るな。いいね返しとかなきゃ。俺の動画も最近この子からコメントが来るな。いいね返しとかなきゃ。ハートマークつけよっと。ああ、かっこいい。はあ。まあ言うて俺もあの YouTube の動画確認するときこんな感じだから。黄昏れてるから。しんど、入学式とかマジどうでもいい。あ、本音ですかこれが。
なんてね。まあ疲れたけど、今日は超漏れてる自撮りもアップできたし、新入生たちと一緒の写真もたくさんあるから、しばらくは更新に困んないな。意外にめんどくさがりなのかな。なんか二面性ある感じするよな、今の感じだと。うん、なんか本当はどうでもいいみたいな、達観してる部分があるのかな。なんか無理やりこっちの性格に引き寄せてんのかな。なんか謎多いな、お前。でも明るいやつがなんか謎多いの、ミステリアスなのいいよね。あ、終わった。とうとうサバナクロウ漁編か。サバナクロウ漁編って言いづらいんだよな。あー、ディズニープラス。でもさ、サバナクロウか、一番漁の中で行きたくないんだよな。虫多そうだから。あ、シンバじゃないこれ。いや、子供の頃ライオンキング無限に見たわ。あ、シンバの父ちゃんか。もうライオンがいてね、子供が生まれたらこの猿のじいさんがいるんだけど、その猿のじいさんが子供を、あ、そうそうそう、こうやって抱きかかえてね、子供が生まれたよーって発表するんだよ。そう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 、俺子供の頃にぬいぐるみでこれやったもん、よく。やったやった。で、ここで祀られてるヴィランのスカーっていうのは、あの王様の弟なんだよな。でも王様はお兄ちゃんだから、その王位につきたいんだけど、その息子のシンバに行っちゃったから、ちょっと不平不満を持ってるっていう、その王族の血っていうものに、なんか自分が遅く生まれただけじゃねえかって怒ってるっていうのが、まあスカーだったんだよな。頭も良かったんだけど、もう猫じゃん。どうだ、クリーム様の力を思い知ったか。なんか空の景色が違うからか分かんないけど、こんなに汚かったっけ俺の部屋。前からこんなんだっけ、壁紙剥がれてたっけ。ボー君、リドルを懲らしめてやったぞ。でも一生を通して思ったけど、俺たち何もしてないよね。あれ、オンボロリオ、特に俺たちいなくても進行したもんね、あの話。なんだ夢か、リドルなんか目じゃない最強魔法師になれたと思ったのに、がっかり。ひどかったぞあれ、作戦あるって言って開幕3秒で負けたからな。いや、大変だったね。よし、じゃあ気を取り直して、今日も大魔法師になるために学園へ行こう。なんだぞ。学校楽しそうでいいよな。やっぱやりたいことが決まっていく学校は楽しいよな。トレイン先生は俺様を眠らせる魔法を使ってるとしか思えないんだぞ。トレイン先生とトレイがいんのかよ、ややこしいな。どんなに抗っても眠気に負けちまう。お前、授業が始まって5分で寝ただろう。全然抗えてないじゃないか。昼飯、何食べよっかなって、あれ、なんか今日やたら食堂が混んでるな。たまにあるよね、授業がいかに早く終わるかだよね。今日は月に一度のスペシャルで、麓の町から大人気のベーカリーが出張営業中だよ。ちょっと待って、ゴースト普通にバイトしてるの？立ち位置どこなの？早いもの勝ちの売り切れ、ごめんだ。あれ、チョコレートクロワッサン3つ。やった、今月は買えた。ここの卵サンド、マジうまいんだ。いや、出てくる料理がね、全部うまそうなんだよな。ディズニーの生っちた、ディズニーの料理って本当うまそうなんだよな。卵サンド売り切れました。デラックスメンチカツサンド最後の一つです。デラックス要素は何なんだよ、メンチカツの。どれもうまそうじゃん。あ、うまそうだよ。俺も買ってこよっかな。すごい人気だな。監督生とグリムはどうする？俺お金なかったから、購買でずっとラスクっていう、あの食パンの耳揚げたやつ食ってたわ。あれ10円なんだよ、はい、いっぱいあって。おらおら、てめえらどくんだぞ。デラックスメンチカツサンドは俺様のものだ。
グリムわざわざ人波をかき分けていくんだ。上から行けばいい、飛んでんだから。てめえ割り込みすんじゃねえ。新入生の分際で先輩の前に割り込むといい度胸だな。表出ろ。やっぱこいつら優しいよな。グリムをちゃんと新入生として漁ってるもんな。人じゃないのに明らかに。あいつ食べ物のことになると我を忘れすぎだろ。あ、そういえば思い出したよ。学園長がグリムを見てさ、使い魔って言ってたんだけど、こういう人型じゃない使い魔っているのかね。なんか見たことないんだよな。何かしら出てくるかなと思ったけど、特に今のとこないよな。ああ。例えばフック船長だったらオウム連れてるとかさ。そういえば思い出したけど、バトルして思い出したけど、成長止まって負けそうになったらストーリーが進まないので、強いサポートがいるやつ、俺にフレンド飛ばしてくれよな。小次郎で検索検索。どうだ、見たか俺様の力を。このデラックスメンチカツサンドのラストワンは俺様のものだ。最終的に暴力で解決するんだな。あと焼きそばパンとクリームパンも俺様のものなんだぞ。グリムってどうやって支払ってんだろう。こらグリム、いい加減にしろ。すんません先輩方。あ、おじさん、俺はローストビーフとレタスの釜焼きサンド一つね。うわ、めちゃめちゃうまそう。お前もちゃっかり割り込んでるんじゃない。あっちゃー、お、ラディの争奪戦完全に出遅れちゃったっすね。レオナさんに頼まれたデラックスメンチカツサンドもう売り切れてるじゃないっすか。あいつメンチカツ食うんだ。なんかせめてローストビーフとか、生肉とは言わないけど、ローストビーフとかちょっとそういうの食ってほしかったわ。メンチカツ食うんだあいつ。意外に庶民的なんだな。勝利の味とくと味わわせてもらうんだぞ。お、そこの君すごいっすね。超人気のデラックスメンチカツサンドゲットできたんすか。え、なんなんだぞお前。あのさ、俺今日どうしてもそのパン買わないといけないんすけど、直前で売り切れちゃって。まあその直前で売り切れたのがこいつのせいかもね。そこで相談なんすけど、こっちのミニアンパンとそっちのデラックスメンチカツサンド交換してくんないっすか。お、全然割に合わないね。は？絶対に嫌なんだぞ。まあまあそう言わずに。はい、どうぞ。ふっ、なんだこれ、前足が勝手に。お、操作魔法か。はい、交渉成立。このユニーク魔法の呼び合いタイムちょっと楽しいんだけど。ジョジョの戦いみたいな、相手のスタンドはどんな内容なのかをとか推理するパートみたいな。ラディは相手を操るのかな。いや、優しいやつが交換してくれて助かったっす。そのミニアンパンもめっちゃうまいっすから。ユニーク魔法全体的にすごいよな。上書きするとか、魔法封じるとか、相手の行動を操作するとか、あと大釜作り出すとか。小さいのがたまに傷だけどね。ってわけでバイバーイ。ふなー、俺様のデラックスメンチカツサンド。今日は最低の一日なんだぞ。食ってんの？パンも6人喉を通らねえんだぞ。あっという間に3つ平らげておいてよく言うぜ。それにしてもさっきはどうしたんだ。そんなに文句を言うなら交換してやらなきゃよかっただろう。ちげえんだぞ。なんかあいつが手を差し出したら、俺様も勝手にあいつと同じ動きをしてて。あ、じゃあ自分の動きを影分身のあれだ、自分の行動を真似させるやつだ。それで気づいたらパンを交換してたんだ。ああ、その気がなくても思わず乗っちゃったみたいなことたまにあるよね。そういうんじゃなくて、 うまく説明できねえんだぞ。それはあれだ、忍者者で頭がいい忍者が使う術だ。わけわかんねえから焼き食いしてやる。リュウさん、お前のパスタも一口よこすんだぞ。僕は関係ないだろ、やめろ。あ、そういや俺たち今日の放課後学園長に話があるから来いって言われてるじゃん。そういえばお前たちと俺一緒に行動するのかな。ずっと一体何の話だろうね。もしかすると先日のローズハート寮長の件かもしれないな。こないだの闇落ちバーサーカー事件か。それかもね。どうなってんのあれ、一応治ったけど。
あの日大活躍した俺様にツナ缶のご褒美かもしれねえんだぞ。いやツナ缶はねえよ。どっかで会ったことがあるような、まあなんかいろんなとこで会ったような、ゴミだらけの俺の寮にいたよな。そういえばレオナさん、昼飯買ってきたっすよ。いつもここいる。もう昼か。もうここに家があるだろこいつの。レオナの家って書いた。もしかして午前中ずっと寝てたんすか。また必修単位落とすっすよ。同い年になっちゃうぞ。お、ちゃんと頼んだもん買えたみてえだな。もうレオナさんいっつも競争率高いパン頼むんだもんな。はい、ご注文のデラックスメンチカツサンドとアイスティー。うわめっちゃおしゃれな。こいつメンチカツをおしゃれに食おうとしてやがる。バーガー、こぶ茶で食え。手に入れるのが難しいからこそ食いたいんじゃねえか。自分で言ってよ。じゃあ俺はカビさえ生えてなきゃ何でもいいっすけどね。ま、王子様のレオナさんには分かんないでしょうけど。第一王子ならまだしも、俺は第二王子。どうせ王になれる望みも薄いし、庶民と何も変わらねえ。あ、そうそう、ライオンキングのシンバっていうライオンがいるけど、その父ちゃんが第一王子だったんだよね。で、その弟がこのスカーっていう元ネタだったっていう。俺、レオナさんがうちの実家の写真見て、犬小屋かと思った。釣ったの一生忘れないっすよ。人にさ、人んち犬小屋みたいっていうひどいよな。そんなこと言ったか。言いました。ったく、俺も自分家が犬小屋に見えるようなお城に住んでみてっすわ。王族なんていいもんじゃないぜ。あ、そうだそうだ、多分ね、ラディがハイエナなんだよな、元ネタが。で、このライオンとハイエナと実はなんか仲が悪かったです、ね、そのライオンキングの世界だと。でもスカーはそのハイエナの人たちと、人たち、ハイエナたちと手を組んで、その第一王子を失落させようみたいな。シンバを殺して俺が王様になったるでっていう計画をしたっていうのがライオンキングだな。努力や実力は関係なく、生まれてくる順番で全てが決まっちまうんだからな。そんなもんすか。あ、そうだ、今日の放課後はマジカルシフト大会に向けての寮長会議っすよ。忘れず出てくださいね。マジカルシフトが説明される日は来るんだろうか。めんどくせえな。寮長ってことで一番でかい一人部屋使ってんすから、家賃分ちゃんと仕事してください。一番でかい一人部屋使ってるって言っても、だいたい過ごしてるのここじゃん。ああ、分かった分かった。ここにあるのかな、でかいデスクとか。腹が膨れたら眠くなってきた。昼休みが終わったら起こせ。俺レオナさんの目覚まし時計じゃないんすけど。ってもう寝てるし。しょうがねえな、俺が腕枕してるよ。ったくもう。そういえばさっきのタヌキと1年生たち、どっかで見たよな。いや俺もどっかで見たわ。いや多分俺の寮だわ、俺の寮のゲストルームだわ。